いや見れるかな。だいぶじゃ。サニー号トレインは見たいな。うん。念願の初熊本は。テンション高い。テンション高い。見れません。ちょっと高橋さん。ちょっと。バカすぎるね。ここまで来て。いやいやいや。ああやばいやばい。果たして2人は無事に残りの銅像を見ることができるのでしょうか。たかしとのすけと所長が行く麦わらの一味像周遊ガイド旅、熊本県にも仲間がいるよスペシャル。はいはい、待ってます。はいはい、はい、じゃあお願いします。はいはい、はい、この赤ここでここ反対向きます。反対に向く、はいはいはい、ここで、はい、こっち右で、はい、はい、この辺で大丈夫か。はい、さあということで、おお始まった。サニー号トレインに乗るためのクイズ、うん、やりたいと思います。乗る前に問題。始まった。実は今たかしのすけの間には、はい、とあるゲストが来ております。ええ後ろでしょ。え何さあそのゲストは誰でしょうか。えどういうこと。ちょっと待って待って待って、はい、お答えください。どうぞ。どれ、え間にゲストが来ている。そう、二人の間にゲストがいるんです。触っていいですか。触っていい。いいでしょう。いねえの。え、あ、いらっしゃる。え、いらっしゃる。え、いらっしゃる。え、あれ、あ、なんだこれ。お、なんだ、え、なんか、なんか、もぐもぐしてる。あ、これなんだ。あ、手だ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 、手がある。もぐもぐしてる。あ、このゲストは一体誰でしょうか。え、ちょっと待って、まさか。え、あ、それ、え、あ、あ、帽子かぶってる。嘘。お、帽子かぶってる。帽子ある。この体格でこの帽子をかぶってるといえば。え、嘘、マジで。え、そういうこと。行きます。行きますよ、じゃあ、はい、大丈夫ですね。ええせーので、はい、せーの、くまもん。やったマジで。え、マジで、すげえ。くまもん、ご会長です、どうぞ。うわー、くまもん、すげえ、すげえ、くまもん。すげえ、ルビーの学校だ。やったー。すげえ、ルビーの学校だ。すげえ、うわー、やったわ、すごい、やった、すげえ。というわけで、特別ゲスト、くまもんです。うわー、すげえ。わざわざ来てくれましたよ。えー、すげー。え、すごい、ちゃんと傷とかも全部ある。本当だ、ルフィの格好だ。ルフィ仕様になってるんだよ。すごい。もうだからいかにぐるぐるぐる周囲者と、うん、熊本県がズブズブかという。ズブズブって言うな。癒着。ズブズブって、いやいや自覚あんの。癒着に俺お辞儀を。お辞儀してるけど。はい、お辞儀を。クマもちゃんとルフィバージョンだから。ねえ。ポーズとか動きがね。ルフィっぽいんだ。ぽいよ。お、すごいすごいすごい。ぐるんぐるんして。うん。あ、すごい、ゴムゴムピストル。すげえ。すげえ。あ、ビヨン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 。反動まで下げる。シュルルパシッ。だからクマもちょっと残念ながら、あの、カニゴトレイン乗れないので。ダメだ、お別れ。いや、ちょっと。なんで？でかいか。でかい。じゃじゃあ、あれ、あれ、あれだから、喋ってない。詰め寄ってる。あれ、喋ってない。こっちは、これ、この人は、こっちは喋ってる。そうそうそう。あっちから聞こえるけどね。そう。あぁメガーちょっと。コラボ、このコラボすごい。あ、すごいすごい。なでなで。なでなで。なでなで。たかしのすけは見事クイズに正解したので、やったありがとうございます。サニゴトレイン乗れます。やったはい。やったクマモはじゃあ、ちょっとそこら辺まで一緒に行けるのかな。いいですか。行ける？クマモ行こう。すごい。いいねいいねいいね。うわすごい。意外と軽快だな、確かに。サニーゴートレイン。南阿蘇鉄道。うわすげえ。なんかすげえ綺麗駅もまずそもそも。そうですね。できたばっかりなんじゃない？すごい。あとなんかそっちにもなんかあるんでしょあれ。え？ほら。ここね。うわこれだ。入れるんだ。すごいすごい。入れるんだ。しかもなんかほらこれ見てこれ。火の国縦の池エリア。このな紹介のやつじゃん。あ AR か。そうこのマークがさ。これでできるんだ。そう。くまモンをほったらかしにするな。くまモンごめん。ごめんね。くまモンごめん。ちょっと、夜初めてだから。ちょっともう、あなた入れないじゃん。はみ出すぎてて。あなた入れないよ、くまモン。あ、ギリ入れる。チョッパーみたいになってる。じゃあせっかくだから、ここでちょっと記念撮影みたいな。あ、いいですか？一緒に。やったやった。これおもろいんですよ。メイクさん多い。メイクさんめっちゃいる。この、メイクさんが。この様子一番多いですよ。専属ですよ、もう。専属のメイクさんがやっぱりいっぱいいる。やっぱスターだから。いいね。いいね。サニー号。たかしのすけ with くまもんですね。やったくまもん大丈夫？イエーオッケーオッケー行こうぜ。すごいね。うわすげえ。ちゃんとガオンを開いてるじゃん。 ありがとうくまもん。うわすごい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 。ああ嬉しい。はいはい。わー嬉しい。ありがとう。どうもありがとう。我々は乗りましょう。くまもんは乗れません。クマも乗れない。クマもここまで。どうして？友情というのは付き合った時間とは関係なっせん。やったぜ。
うるせえ行こうダメです行けないのよ行けないのよダメですあ、すごいシンプルバイバイシンプルバイバイもう各席もうすごいわ各席にうわーおお来ます出航だーイエーイうわっ雲手振ってますバイバイくまモンが見送ってくれてますバイバイくまモンバイバイバイバーイ。おはようございまーす。追いかけてる追いかけてる。追いかけてる。早い早い。出番だ。出番だ。出番だ。怖い怖い。やばいやつ。超いい景色もめっちゃいいよ。単純にね、その列車旅としての。所長落ちないでね。ちょっと気をつけて。所長のことしっかり捕まえておいて。うわすごい。橋の上かなこれ。うわすごいすごいすごい。うわ。川が。うわすっげえ高え。大自然やん。お止まってくれるんだ。止まってくれるのこれ。止まってくれるんだこれ。すげえ。怖。うわ怖。ゆっくり。うわ怖いこれ。マジでいいわ。なんか心がすごく清らかになっている気がする。洗浄されてますか今。おつるさんに現れたぐらいちょっとおしおしぐらいおしおしでやられたぐらいちょっと清らかになってる。見えるの一瞬。何かな。サボの看板があるそうです。サボの看板。看板いっちゃいっちゃい。サボサボ来い。サボそこから見る。あ、いた、いた、いた、はい、のすけは見逃しました。どこ一瞬いた、サボブルーのぐらい見逃した。もう一度見える。さあ、次の看板見えるのかな。見えるかな。こっち、いた。あ、ちょうどいい、ちょうどいい。ちょうどキャロットだ。キャロットだ。キャロットちゃん。キャロットちゃん、かわいい。かわいいね。さあ、次は何のキャラですかね。ね、サボはキャロット。はい、多分一味関連なんじゃない。やっぱりなるほどね。なんかそんな感じするよね。なるだエース。エース火の国。ああ、エース、エースあるっしょ。サボいたからね。たかし君はちょっと関係のあるキャラかもしれない。俺は関係があるキャラ。どういうこと。因縁の深いキャラかもしれない。え、まさか。さあ誰でしょうか。デラクワヒ。デラクワヒ、ここへ来て因縁深き。デラクワヒの可能性はワンチャンあります。さあ見つけることはできるんでしょうか。因縁がある。川松か。川松、川松もワンチャンあるぞ。因縁かわかんないけどさ、コビー、コビーはコビー。あー、コビー王だね。コビー王確かに、確かにやったからね。え、じゃあウープスラップじゃない。ああ、因縁っていう意味だと。因縁あるわ、ジャンフェスでね。そうじゃん。1秒ウープスラップだ。お、来た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 、いたいたいた。誰誰さっき言ってた。本当にわかりました。資料に書いてあったのは地域特性により特別選定になります。人気キャラじゃない。分かってるな。でもいわゆる人気キャラじゃない。まあまあまあね、さっきのクラに比べたらね。言いますね。すごい写真撮る。あ、スタッフが立ってますね。うちのうちのスタッフが田んぼの中で撮ってますね。びっくりしました、ね、めちゃめちゃ間違いまで。びっくりしたわ。あ、なんか駅がすごい。あ、実はこんなものが売っておりました。何台。はいはい、こちら。なんだこれは。ニコニコサニゴトレイまんじゅう。まんじゅう、かわいい。これニコニコまんじゅうさんというところが、はい、家族経営で手作りで作ってるまんじゅう。これそう、サニゴが入ってるってこと。そう、サニゴが入ってんの。コージュアダム食うことになる俺ら。そうです。あれ食えんの。あれ買うとすごいでしょ。いや高いよ、うん、フランキー2億で買ったんだけど。そう、食べられるか食べられないかクイズ。え、あ、出た。うわ、もう渡されてるからね。ズームアウトクイズです、はいはい、どちらか、どちらか1人食べれます。ドキ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 だ。ドキドキズームアウトクイズ。ここはどこでしょう。用意スタート。さあどこだ。おい、
いしょー、高橋くん、いけたー、高橋くん、はい、回答を、はい、お願いします。ソルベ王国、ソルベ王国、熊野故郷。さあどうなんでしょうか。てってって、さあどうだ、ソルベ王国か、ぽいよね、ぽいよね、ソルベか、ソルベぽいよ、ぽいよ、もっとセリフもありますね、これわかりますね、絶対だだ、絶対わかりますね、このセリフで。ガイア、さあガヤガヤ、おお、大きな男の子、おぎゃおぎゃ、大きな男の子です。ああ、来ました、おめでとう、祝福までしてくれた、おめでとう。ということで正解は、はい、ソルベ王国。よし、いや、よく分かりましたね。最初のもう前回取れなかったから必死だった。賭けではあったの、はい、そうですね、こちらの丸い一番最初の、うん、ポイントどこだったんですか。一番右の建物でした、この丸い建物、ここがもう見えてないところで、そこで生まれたの、生まれたとこは分かんない、俺長崎県で生まれてるから。長崎県なの。そう、初めて知った。言ってなかった、知らん知らん、おばあちゃん家が長崎で、そこで里帰り出産で生まれ て、はいはい、っていう、そういうこと、そうそう、でも全然もう最初から神奈川だったけどね。あ、そうなんです、ね、そういうこと、そうそう、じゃあいただきますね。おい、バカさん、おい、でも何も言えないんだよね、確かに。野瀬さんには、私は何にも言えないんですよ、野瀬様には。実際、今こんなにやらせてもらってますけど、一緒にじゃあ、はい、じゃあとりあえず負けたらいいですか、とりあえずいただいていいですか。さりげなく一緒に食べていいことにしてるルールだから。分け与えてくれてるな。もう厳しくするって決めたんだ。もう優しさダメ、うん、はい、ダメです。あんだけ優しくしてくれてる、さあ、見せるの、どうでしょうか。はい、お、かわいい、そういうことです。わー、ちっちゃいんだ、かわいい、一個一個かわいい、すげえ、うまそう、かっこいいです。あ、え、めっちゃあるやん、かっこいいだわね、が全部、おうおう、全部食べてます。マジで。これ全部食ってる、ちゃんと。みんなで食べたくなるやつじゃないの、これって。まあ、とりあえず1個1個いいですか、はい、いただきます。あ、あんこです。あ、もうシンプルにうまいやつで、こういうのが、いいね、一番目に。所長の目と同じぐらいの大きさだね。大体ね、これね、ここじゃあ後でここに、じゃあ、うん、次はもう所長の目まんじゅうをね。うれしそう、うれしそう、うれしそう、ニコニコ所長の目かは分かんないって、これで売られても。作ろうと思います。いただきます。あ、うま、間違いない。ちょっとしょっぱい。あ、そうなん、ちょっと塩っ気が、うん、塩っ気がある。めっちゃいいやん。だからそこそこ、やみつかんちゃう、あんこのこの甘さが引き立つ。これうまい、ごめんなさい、あげてません。すいません、あんだけ言ってたんですけど、優しく塩をかけたのに、これうまい、マジで。うまそう、うん、はいはいはい、さあそれではフランキーみたい、フランキーに関する問題、あ、始まった。第1問、はい、フランキーの髪型を変える鼻スイッチの名前は何でしょうか。まあ技名ですね。押した時に、技名、押した時に、まあね、押しながら言ってます。よし、はいはい、燃えてきたぜ、ほにゃらら、戦闘ヘアと言って戦闘ヘアになっております。ちょっと待って、頑張れ、高橋は出てるんでね、一応、はい、ただでもなんか不安。高橋分かったらボタン押しに、押さないです、絶対待ちます。それは5秒後に変えてます。それは野助様を待ちます、私は。勝負しましょうか。どうぞどうぞ。じゃあ押してください。いいですか。はい。これであれ。はい。せーのでいくよ。はい。せーの。フランキーヘアサロン。よっしゃよっしゃよっしゃ。危ない。ああ、よかったよかった。よかったよかった。どうせしてた。いや、俺も最初全然分かんなかった、はい、うん。ドレスローザでね。はいはい。そうだね。それでね。じゃあ第二問。最高。全長100メートルはある海王類を仕留めたのは、はい、バトルフランキー何号でしょうか。うー、全長100メートルはある海王類を仕留めたのは、バトルフランキー何号でしょうか。きつー、わかりました。高橋くんどうですか。自信全くないし、ちょっと、え、でもだってそういうことでいいの。本当に、いや、いけるっしょ高橋さん。全長 100m ある海洋類を仕留めた、うん、まあ、相当強いってことだからね、うん、はいはい、相当強いってことでもういいですか。そうです、はい、せーの、35号。おー、よかった、よかった、正解です、素晴らしい、よかった。さあ第3問、こえ、フランキーを海賊に誘った人物をすべて答えよ。つまり複数いるということですね。はいはい。はい、高橋はその人数ね、今指にしている人数、はい、で合ってると思う。それに対するフランキーの反応だけ教えてあげようか。はあ。海賊ならいいよ。海賊に捨てられたばっかだぞ。です。はいはいはい。ああ、そういうことか。はいはいはい。あ、それでいいのか。はい。大丈夫ですね。揃えましたね。はいはい、はい。では、まあ一人目。普通の、まあ、いわゆる絶対わかる人からいきましょうか。はい、1人目せーの、ルフィ、はい、はい、そして2人目せーの、おでん、よし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 、まあ、誘ったという言い方ですが、なんだみなしごか、うちの船長に口聞いてやろうかって言われて、はいはい、フランキーは海賊ならいいよと
フランキー像を、ね、撮りたい方がいらっしゃったんで、うんうん、ずれました、はい、第4問、はい、フランキーの身長は2年前から現在2年後ですねにかけて何センチ伸びたでしょうか。フランキーの身長は2年前から現在にかけて何センチ伸びたでしょうか、はい、数字をお答えください。大丈夫でしょうか。大丈夫だと思う。こういう時って絶対本当に何回も確認した方がいいケアレスミスするから塾みたいなこと言ってるさあ大丈夫だったら、はい、ピンポン押してください。大丈夫大丈夫いけそうです。いける、はい、じゃあ押します、はいはい、ではフランキーの身長は2年前から現在にかけて何センチ伸びたでしょうか。せーの15センチ。よし素晴らしい。ちょっと待って本当に見たい本当に見たい。最後の問題です、はい、フランキーの起床時間と就寝時間は何時でしょうか。数字問題ですね。フランキーの起床時間と就寝時間、起きる時間と寝る時間はそれぞれ何時でしょうか。いや合ってるよな。これね合ってるよな。合ってると思うんだけどな、基礎情報ってやつですね。いわゆるおすけが考えるのに所長をフリフリするからね、所長の目がすごい揺れてます酔いそうです。はい、大丈夫大丈夫。じゃいきますよ、はい、まず寝る時間、はい、せーの AM1 時。うしうし。さあそして起きる時間、はい、せーの AM9 時。よっしゃマジですごい、よく当てたね。それではフランキー御開帳でサイマスクオープン。はいはい、あおでーすげースーパーですね。でかいなやっぱりフランキー。うわこれはフランキー多分でかすぎて、うん、重すぎるから上が。そうだね、だから樽があるんだろうね多分。そうかそうか支えてんだ後ろで。うわあコーラって書いてある樽ちゃんと。コーラって書いてある。うわすげー、サニーゴに積んであるやつだこれ。ねこんなサイズなんだね、まあ、すごいわ。ナミこれよく運べたな。確かにナミさんよくこれ運べる。ちゃんとシャツのこのアロハ柄、はい、2年後になってシャボンディショートで着てたやつだ、うん、これいいね。うわ37号。うわ BF。 うわすげえ BF。 もう血管もこれや。あビキフランキー血管もすごいね。フランキー血管もね。例えばフランキーやっぱ、うん、乳首がいいね。乳首もニップルライト、ニップルライトね。うわいいね。そしてこの立派なケツケツアゴ。ケツケツアゴ、ケツアゴじゃなくてケツケツアゴ2個あるからね。いやかっこいいね。かっけー。いやーいや口結構深くまでワイルドやな、ね、作られてんだよね。鼻も、ね、これが出た。フランキーヘアソノ。ヘアソノよく出たね、はい、ちなみにのすけ何と迷ったフランキーフル…はいアイマスクしてるということでした、はい、じゃあ、もうあれですかね、記念撮影とかしますか、はい、人が来ちゃうっぽいんで。スーパー、はい、はい、いいね普通にじゃ、はい、ラディカルビーム、ラディカルビーム、いきます、はい、OK です、はい、あざす、いやすげえ、スーパー、スーパー、スーパー、はい、はい、どうですか、足元中、ダンサーです。はい、下もここダンサーです。はい、ここダンサー、はい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 、恐竜の像がある。あ、そうか、そうか、そうか、なんか恐竜の骨がこの辺で出たからブルックなんだ、確か。うい、畜生寝起きすぎるミスったさ あ、はい、ブルック像、はい、到着しました、はい、問題、はい、すぐさま問題。間髪入れないな、この人。ここに行ってからのトークゼロなんで。このデンデン虫、本気だ第1問、はい、シャボンディ諸島でのファイナルライブ、ブルックが歌った曲は何でしょうか。あれだけだよね。あれだよね。あれだけだよね。あれだね、まあ、明言されてない一つなのかな、はいはい、そうだよね、はい、いきますよ。では回答お願いします。せーの、ニューワールド。怖いのよ。あ、よかったよかったよかった、素晴らしい、よはいはいはい。第2問、はい、スリラーバークにあるピアノのメーカーは何でしょう。出たこれです。高津さん前問題になってね。なりましたなりました、やりました、この番組もやりました、うん、で俺が間違えたのも覚えてる。そうですね。で正解はこの、はい、これっていうのも分かってるんだけど、はいはい、あれそれだけだっけっていう、なんかなんちゃらとかつくんだっけと思って。どういうこと。え、聞いていい、はい、動物の名前だけ。いや、じゃないです。危ねえじゃん、ほらじゃないですよ。そういうことよ、だからほら、いやいやいや、
ピアノのメーカーだから。頼むよ。どうする、裏に回す、この問題一回。あ、それできんだ。それできる。一回パス。一回ちょっと、一回後にもう一回来るけど。そうしよう、そうしよう。ちょっと行った、行った。じゃあ、これ保留。保留。ちょっと怖い。保留制度ありがたい。保留システム。第二問。はい。ルンバー海賊団時代に、ブルックが死んでしまった時の年齢はいくつでしょう。まあ、つまり、一度ブルックが死んでしまった時の年齢ですね。はいはい、ルンバー海賊団時代にブルックが死んでしまった時の年齢はいくつでしょう。それも込みだよね、あれ。あれ、それも込みだよね。どういうこと。こう言って、こう言って、うん、こう言って、こーれも込みでのだよね、だから。どういうこと。なんだ、何を。近くない、多分。何を。生前のブルックが初登場した時に書いてある年齢ですよ、はい、まああれだよね。もう年齢とか期間とかがもう怖いのよ。わかるよ、わかりますよ。余計なこと考えなくていいね、はい、余計なこと考えない。わかった、はい、はい、じゃあ大丈夫、大丈夫。いきますよ、はい、はい、でいきます、せーの。38歳。正解。よかった、よかった。もうなんかだってさ、いい、ね、上行ってさ1年間さまよってとかあるじゃん。あ、そう、生前の年齢関係ないじゃん。そう、なんかそれでさ、なんかもう訳わかんなくなっちゃって、そっからは1年さまよってから肉体に入ってから50年だっけとか、それを考えなきゃいけないのかなと思って。そうそうそう、もうなんかさ、怖い、怖い、ね、さあ第3問。怖い、怖い。ブルックの嫌いな食べ物はレモンですが、はい、嫌いな理由。ああ、大丈夫でしょうか。大丈夫、大丈夫ですよ。せーの。酸っぱい顔ができないから。正解。パーピキです。わー、じゃあじゃあじゃあ、よーよーよほほ。さあ第4問。よし。ブルックがミリオンを達成した TD セールス、うん、TD とは何の略でしょう。はいはい、はいはい、まあ簡単ですね。はい、はい、大丈夫だと思う。でいきましょう、はい、せーの。トーンダイヤル。おーし、おーし、4問目までいきました。さあでは、イエイ、パスした問題から書いてもらいます。なんだっけ。ちょっともう一回いいですか。スリラーバッグに置いてあるピアノ、そのピアノに書かれたメーカーと思わしき名前は何でしょうか。あれだよ、スリラーバッグにピアノに書かれているメーカーの名前と思わしき、ピアノに書かれているメーカーの名前ですね、はい、これいきますよ、はい、さあいきますよ、いきますよ、せーの。ピアノパンダ。あ、終わった。なんで終わった。嘘やろ。行ったと思った、今完全に。終わったな、今行ったかなって。ちょっと、のすけさん、ちょっと、はい、まず正解を言ってみます。行ったかったな。ちょっと一通り言わらせてもらっていいですか。ピアノのメーカーの名前。なんだっけ。のすけさんは、ピアノパンダとおっしゃいましたね、おそらく。ありました、はい、高橋さん、ちょっといいでしょうか。なんとおっしゃいました。パンダマン。パンダマン。なんでだよ、なんでだよ。これはちょっと構いきれないかな。さあ行きますよ、さあ行きますよ、行きますよ、行きますよ、せーの。ピアノパンダ。あ、終わった。なんで終わった。嘘やろ。行ったと思った、今完全に。残念ながら高橋くんはブルックを見ることはできます。あー、2回目。ナミさんとブルック、プライベートで来てください。ブルックアイマスクオープン。はい、よー、来ました。いいブルック。ブルックです。でかい、でかい、でかい。あ、いいな。でかいね。でかいんだ、やっぱり。ふさふさがすごいよね。フランキーのが上的にはでかいか、うん、上的にはそうですね。なるほどなるほど。だからね、フランキーはね、はいはい、上だからね。いやー、そうね、身長自体はブルックの方が長いもんね。かき鳴らしてるわ。いいな。え、帽子も結構でかい。帽子めっちゃでかい。やっぱそうでね。いや、どんどん、あのね、やっぱちょっと実況してあげてブルックはその骨ですよね。ああ、そうだね、確かに。他のね、キャラとは違うからね。そうそう、で、意外とまあこれ服結構全身着てるんで、うん、そんな見えてないんですけど、ね、手がね、うん、緻密。そうか、関節の間の感じとか。え、骨って結構だってさ、空洞じゃん、普通だったら。はい、そことかでもその上手い感じにこう作られてんだ。骨粗鬆症かどうかってことですか。ちょちょちょ、そういうこと。腱じゃなくてね、中じゃない、骨の中は分かるんでしょ。そうだね、骨と骨の間はまあくっついてます。はいはい、はい、なるほど。なんかね、ありますね。あ、面白い、見たいそれ。いやいい。髪の毛がすごくない。髪もね、アフロがやっぱりな、うん、ミニイガラムがいっぱいあると思う。ミニイガラム、ミニイガラム、イガラムが詰まってんの。そうそうそう、なんだっけ、シャークギターだっけ。シャークギター、シャークギター、シャークギターね。え、弦はどうなってるの。弦もね、一本一本しっかりあんの、しっかり張ってあります。うわ、すげえ、まあ、もちろんくっついてるけどね。さすがにね、さすがにそうですけど、造形としてね、一応あるんだ、うん、でももう、たらもしっかりと、しっかり、かなり緻密に。すごい。チューニングのところの向きとかってどうですか。向きもね、ちょっと違う。うわ、ちゃんとチューニングしてるっぽい。一個一個変わってる。すげえ、マジか。気にはなんだから、めっちゃ想像できてるやん。見たい部分あったね。めっちゃ想像できてる。そう、高橋どうなってんのかなって見たいの。多分ね、高橋ね、ちゃ
んとね、うん、一毛の方が細く見えるかもしれない。うわマジで。あそこまでちゃんとギターまでこだわってんだ。そこで豆知識です。はい、このディノベース三船の近くには、うん、平成音楽大学かなっていう、はいはいはい、九州で唯一の音楽大学。おお。ということで、まあ、古くはねそういう音楽のつながり、そしてここ恐竜のね、うんうんうん、ディノベースということで恐竜の広場なので、まあ、骨も関係している、うんうん、あはいはい。さあじゃあ、記念撮影しますか。はい、撮りましょういっぱい。出た。記念撮影はしていいから。そうだね、いっぱい撮って。やったやった、いっぱい撮って。ギターのさっき言ってた、はい、弦と手の押さえとあのチューニングのとこ、はい、あざっす。たかしも想像でブルックっぽくやってもいいよ。はい、はい、OK、はい、じゃあたかしさんのカメラ。はいはい、はい、もう一枚。いいね。はい、ラスト。はい、OK です。次来る時もでも自分でちゃんとクイズ正解してみたいな。いやいや、自分で来たらいいでしょ別に。自分が一回間違って分かってる問題なのに。僕でも分かってたもん。みんな覚えてた。もうおとなしくなってます。お疲れした。お疲れした。くっそ、正解しなかった。くっそ、バレちゃった。悔しい。いやもう外せないな。いやジンベイはさすがに見たい。一味の中でも気になってる、やっぱ像として。あのボリュームどのぐらいのボリュームなのか、ちょっと頼むぜ。頼む。あ、なんか潮の香りですよね。やっぱ海風っていうか、なんかね、うんうん、ジンベ見てほしいわ。絶対に見たい。それでは見せてくれんかの。あ、ジンホークさん、ホークさん意気込みをどうぞ。ホークさんじゃない。絶対にわしの姿を拝む。はい、ではいきます。ジンベに関する5つの問題。第1問、はい、ジンベとエースの一騎打ち何日間続いたでしょうか。おお、数字出るね。数字結構出る。でもこれ大丈夫、これいける。これ大丈夫。これ意外とのすけし、うん、後回しシステム使わなくて大丈夫。出た。これは大丈夫。2日目から考案された。いや、俺いつでも行けます。まあのすけくんがじゃあピンポン押したら、後回しする？後回しする？怖い？一回後回ししむ。あ、一回後回し。一回ね。しむ。ではこの問題は、はい、後回しにします。後回しシステム。後で来ます。んだよな、これはこれで。では改めましての第1問。はい。ジンベイの30歳児の所属名。はいはい。うんうん。組織の何々みたいなことですね、うん、例えば麦わらの一味、うん、戦闘員とか、うん、あれでしょ、航海士、はい、だから麦わらの一味という組織の航海士なわけでしょ、波はね、はい、ジンベイは30歳の時そういう意味で何だったんでしょうか。うわ、後ろ怖い、後ろ怖い、すげえ。これは分かんだけど、くくりは分かんだけど、後ろに回す、回そうか、回そう。これ一周するんじゃない、これ。私は一旦後ろに回します、はい、で改めましての第1問、はい、ジンベイが和の国で気に入った食べ物は何でしょう。はい、あー、大丈夫、これは大丈夫です。大丈夫大丈夫。じゃあ行きましょうか、せーの。お茶漬け。おー、正しい。お、大事大事。第1問正解。重ねてこう。第2問、はい、ジンベイの脳内メーカー。うわー、はい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 、の結果に出てくる漢字5文字ありますね、はいはい、この5文字をお答えください。さっきちょうどのすけさんと話したー。はい、ジンベイの脳内メーカーの漢字5文字、はい、せーの、にジン、はい、仁義のあの仁、はい、仁義のジン、はい、それが2個、はい、そう、それが2個、せーの、拳、うん、拳、剣、あ、剣、うん、そうそうそう、剣、せーの、水、おお、そしてせーの、鬼。おーし、素晴らしいです。よし、第3問、はい、ジンベイは氷をどうする派でしょう。あるんだよな、これむずいんだけど。わかります？はい、わかりますよ、食べる。はいはい、わかる、わかる。そう、あの、はい、いきますよ、はい、せーの、飲み込む派。よし、素晴らしい。まあ同じような SBS の場所ですね。そうそう、あれむずいんだよ。脳内メーカーの隣に書いてありました。さあでは、はい、うわーと帰ってきた1問目。これが一番怖い。これが一番怖いんだよ。じゃあいきますよ、はいはい、改めまして4問目、うんうん、ジンベイとエースとの一騎打ちは何日間続いたでしょうか、うん、俺はいつでも行きます、いつでも行きます。今日、今これのすけの番組、うん、たまりませんだよな、こういうとこ。意外とね、わかるわかる、日数とかね。やっぱりナレッジキングとして答えてほしい。そうだよね、頑張れ、うん、ここまでなんと全像を見ております。全像見てます、ね、いやそうよ。
全部見て。見たいね。ここまで来たら。何としても見たい。おいった。さあ来ました。はい、ではエースとジンベエの一騎打ち何日間続いたか、はい、回答同時にお願いします。はい、せーの。5日間。ナイス。ナイス。イエス。ましたね。さすが。さすが。危ない。さあでは運命の5問目です。これさ、ジンベエが30歳の時に所属していた、うん、まあ組織がありますよね。はい、これはわかるよね。まず、はい、これはわかる。はい。その組織の、うん、まあ所属名みたいなものですね。文字数聞きたい？あ、この想定している答えの総文字数いくよ。わかりました。はい。16です。16文字。全部で16。漢字は1文字カウントです。はい、なるほど。あくまで表記の問題をしてます。はい。まあ過去編でつまり出てきた時だね。そうだよね。あそこね。うん、16なったな一応。なった。なったなった。きた。待って、落ち着いて。うんうん、そうだ、ここ分からない。16だ。もうこれでいくしかない。もうこれ以外俺は買わないもん。それでは押してください。そうだよね、だって。さあそれではジンベエの30歳児の所属フルでお答えください。せーの。ネプチューン軍。ちょっと待って。じゃあのすけくん、ちょっと今ちょっと待って、たかしにもう一回チャンスあげようか。いくよ、のすけちょっと黙ってね。はい、わかりました。ちょっと待って、たかしくん。では16文字内容。今の1回なしでいいってことね。はい、なしでいいってことね。いいよ、なしヒントにしていいよ。最後、漢字に。はい、じゃあいきますよ、たかしくん、単独で。これのすけは多分正解するから、はい、いいか。じゃあ最初のちょっと区切りのとこまで行ってもらっていい？はい、あ、そうですね、そうですね。はい、竜宮王国。うん、はい、そしてじゃあここから一緒に行こうか。竜宮王国。次の区切りね。はい、はい、せーの。ネプチューン軍。はい、そして最後、せーの。兵士。やー、せい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 。助かった。よかったな、もう。まあいいか、今のは。まあいいか。笑わせないで、本当に。助かった。マジで。ちなみに、あの最初の回答のリプレイこちらです。ジンベエの30歳児の所属フルでお答えください。せーの。ネプチューン軍。ちょっと待って。ちょっと待って。さあそれでは、はい、アイマスクをオープン。はい。はい。で、うおー、うわえ、思ってたよりでかい。でかいね。あ、マジででかいわ。でかい。かっけー。そしてこの海辺ですよ。うわめっちゃいいロケーション。このね、干潮で引いてるのか。引いてるんだ。干潮の時間帯です。干潮なんだ。今まで見たこういう銅像の中でもでかいよね。でかいですね。ワンピースに限らずね。と言わず、立ったら3メーターいくか。そうだね。やばいよね。でけえ。これにルフィはあの首根っこ捕まえて岩にガーッやられてもう何も残って止まらんのかお前らってこう。この手よ。手でかすごい迫力だよ。でかいよ。これは飛びつきたくなるね。なる。なんかね。なるほどね。確かにね。ナミとかさ、キャロット、チョッパーっていくもんね。これはもう安心感、包容力たまんないよ、この大きさ。なります、これは。背中に安心感あるわ。これはもう頼れる。頼れる背中だよ、親分の背中。これはしんがりですわ。いいね。ちなみにあの、この銅像は、はい、サインが違う形で、ね、本当だ。え、別のプレートなんかってなってる。ね、プレートになってる、1個出てますね。あれじゃない、塩で、うん、あれなっちゃうかじゃない、なんか。いや、全然そういうことじゃないです。違うよ。別にそういうわけじゃないですから。違う違う、俺じゃ勘違いじゃないです。あなた全然そういう関係ないです。あなたがいたの、はい、嘘を今ルフしたので目隠ししてる。以上。調子に乗ると目隠しになるんで。いや、でかいね。でかいわ。でかい、ね、なんせでかい。でかいわ。あと表情がいいですよね、表情も。いいね、笑顔だね。満面の笑み、ね、うわ、で太陽のね、うん、シンボルもここにあって、でもやっぱ筋肉はある感じだよね。うん、もうさあ、このさ、前腕やばくない？だってこれ、え、俺の胴体ぐらいね、ここ何分、5本ぐらいじゃない感じで、5たかし、ね、5たかしぐらいあるよね、多分。やっぱ七深いってすごいんだなっていう ね、うん、ね、迫力が。下駄もいいね。下駄で分厚下駄ちょうど、うん、黒板消しクリーナーぐらい。黒板消しクリーナー、ここにこう、うん、こうやる感じね。そう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 、ギューンって。あ、でやっぱこの水かきの部分もね、はいはい、こっちもだけど、そうだよ、うん、ちゃんとこう作られて、はい、ここね、杯月もでかい。杯月でかいね。あの、ね、その杯月になんか、うん、お賽銭置いてく人がいるし。あ、ここに、え、
大仏と間違えられてるらしいですほぼ大きさ的にも、ね、今日はないけど大きさ的にもそういうことやってませんから、あの皆さん気をつけてください。あ、はい、まあ縁起はいいかもしらんけど ね、うん、あ、汚れる絶対これ。これ大事な靴だった。そうだ、絶対ダメだ。大事な靴だった、うん、絶対ダメだ。大事な靴だ、こういうロケの時の、うん、そう晴れてればな。確かにね、ちょっとね、ちょっと、ね、曇れちゃったね。曇っちゃったけど、でもね、小田さんもなんか言ってたんだ、座ってほしいとか言ってたよ。ジンベエをやると、ジンベエの膝とかに。あ、いいね、はい、はい、はい、OK です。あ、おひけなすて、おひけなすて、はい、はい。千年ぐらい経ったら多分当時の宗教だと思われるんだよ、多分歴史のね、語り継がれ方がね分かんなくなって、ね、そうがいましたと、ここに、ね、さあ、はい、2日目終わりました。はい、よっしゃ、ジンベエね、はい、見れてよかったね。よかった、よかった、本当によかったよ。びっくりしました。そしてね、はい、あのちょっと時間の都合上、はい、編集等にも入れてなかったんですが、はい、はこれも、うん、それぞれ買ってもらいました。しっかりゲットしております。はい、なのでこちらね4体アゼロゴエのプレゼントになりますので、はい、もう明日、はい、残りの3時、うん、チョッパールフィ、うわー、来たー。やっぱね、高橋は一番好きなキャラクター、はい、ルフィ。いや、もうルフィだけは、うんうん、例えばですよ、うん、例えば、うん、これまで見た像全ての記憶を消して、うん、ルフィだけを見れるとしたら、うん、引き換えに、引き換えにできる、うん、見ます、ルフィそれでも、それぐらいやっぱりそれぐらいやっぱりルフィ一番好きなんで、もちろん他のキャラもめっちゃ好きだけど、やっぱりルフィだけはちょっと見ないと。じゃあ、もし、うん、一味の像全部なくなるけど、うんうん、クリケットの像ができるってなったら、うわ悩むの、それ。一部の像なくなる、全部なくなります。でもクリケット立つんでしょ。立つ悩むなよ。なくさないんでいいんで、一味、うん、栗だけでもそれは栗だよ。栗の像でちゃんとお題、一応栄一郎が、うん、そこで、でどうですかね、落としどころとして。あ、しょうがないか、ちょっと両方捨てがたい、検討します。あ、お願いします。さあ、ということでね、3日目も頑張りましょう。はい、はい、めちゃくちゃそれを見ております。見るでしょうね、怪しいもんね。どうしたの、あの人たち。うわ、これ自信ねえわ。一番だっけ、嘘でしょ。自信ねえ、頑張れキング。のすけの場合、こう考えて、この無駄な時間に思える時間で意外と正解出すからな俺、小田栄一郎こういうこと。俺ってどういうことやったやったよ、俺やったよ、キング。最終問題どうなんでしょうか。せーの、ワンピース仲間がいる YouTube では、今後もワンピースに関わる様々な企画をやっていきます。高評価、通知ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。次回もこの動画に仲間がいるよ。